いよいよ37日目まで来ちゃいましたね。どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます、みつです。第20何回目4回目かな ?24 回目ですね。甘神の実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、森島先輩編ですね。やっていきたいんですが、もうやることがありません。なんということでしょう。なんということでしょうね。することがないんで、飛ばしまーす。はい、飛ばしまーす。することがなんもないよ。今回で終わっちゃいますかね、ついに。どうなんでしょうね。何事もなく終わっちゃって。はーい。日々の積み重ねた結果が出てるんで今。寝よう。この1分半俺何にもやってないよ。さあ水曜日になりました。何曜日がクリスマスイブのデートの日なの？何日目なんだろうね。何も起こらないんですけど。このままこうやってただ時計をくる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 回すだけの動画になってますけど、これ一気に一日終わらせるとかないのかな。イベントがある日までこれ一気に飛ばさないといけないわけですよね。おお。ずーっとこう時を進めるだけの動画になっていたんで、今強制イベントが来てびっくりしました。明日はいよいよクリスマスか。お、来た来た。これからデートってこと？クリスマスイブにデートだもんね。違うのかな。さて、そろそろ帰るか。さすがに残ってる人も少ないな。明日のデート楽しみだな。え、お、終わり？終わりかい。なんだ、意気込んだだけかい。ほうほうって言っても何も変わってないんだけどな。ニーニー、明日はどんな予定なの？一日デートーデートー、やったねー。いよいよクリスマスか。ついに先輩とデートだな。まさかクリスマスを女の子と一緒に過ごせる日が来るだなんて。ドキドキしてきた。一体どうなるんだろう。でもそろそろ寝ないと。緊張して寝れないみたいな。静かにフェードアウトしてたな。お、デートですね。どうなるんだろうね。うー、まだこのセクシーな。いよいよクリスマスか。なんかあっという間だったな。ねえ、今年のクリスマスは去年よりも楽しめそう。おじいちゃんおばあちゃんが見れるってことですかね。最初に会ったらなんて言おうかな。ちょっと意地悪しちゃおうかな。それとも迷っちゃうな。今頃何しているのかな。寝てますね。あの子のことだから明日が楽しみで眠れなくなってたりして。本当に楽しみね。なるほどね。おお、ベルだベル。おお、なんかなくなった。なんかなくなった。41日目がゴールってこと？じゃあ。いよいよだな。さあ、いよいよですね。これは？選べないの？これ違うのかい？これ違うのかい？これ何のためにあんの？じゃあ。いよいよ、森島先輩とクリスマスデートだ。気合を入れていこう。さすがにそうだよな。イブはパスできねえよな。
ごめんなさい、ふざけが過ぎますね。行きましょう。どんなデートになるんだろう。今日はいよいよ森島先輩とデートだ。デートっつってもね、ご家族と、そうだよね、ご家族に会わせていただける。まさに正念場だ。失敗は許されないぞ、ミツ。ニーニー、入るよ。お、ミヤちゃんはちゃんとノックするな。うん、どうした。何がだ。なんかいつもと雰囲気が違うけど。そりゃデートだからな。お、やっぱりわかるか。そりゃわかるよ。うん、気合がにじみ出ているようだな。似合わないよ。妹の意見で結構な、合ってる時あるからな。頼っとけ。無理してるって感じが丸わかりで、ここ悪いかも。なんだと。鋭いぞ、こいつ。あ、ミヤたちお買い物行くから、じゃねー。お買い物？待て。たく、勝手なことばかり言って。似合わないだと？似合ってないかな。やっぱり変か？いきなりジャケットとかだと違和感あるのかな。まあ服見たいな。どんな服なんだろう。一旦普段の感じの服に着替えてみるか。まあ、あんまり無理しなくてもいいんじゃないか。確かに落ち着くし、違和感ないな。変に格好つけずに行くのがいいのかだと思うけど。ああ、まあ、そうか。家族に紹介されるってことを考えると。よし、やっぱこれだな。宮のせいで余計な手間がかかったって。ああ！おい、マジかよ。デートに遅刻かい。行ってきまーす。どこ？まずい。遅刻しちゃうぞ。こんな日に遅刻だなんてありえない。もう暗くなってますけど。急ごう。はあ。え、5時？まあ、こんぐらいになるか。冬だと。僕は。ん？森島先輩は？帰っちゃったんじゃないの？うーわー、15分遅刻。最低ですね。電話番号とかもわからない。あ、お、待てた。もう、こんな日に女の子を待たせるなんて、本当にいけない子なんだから。まったくだ。わお、すっごい汗。こんなに寒いのに。君から湯気が出ちゃってる。まあ冬だからな。え、ああ本当ですか。もうしょうがないんだから。はい、これ使って。あ、ありがとうございます。お、種馬くんタオル。もうカタカナやめて。本当にいろんな種類のグッズを持ってるんですね。覚えていてくれたんだ。もちろんです。先輩の好きなものとかを忘れるわけないです。遅刻するのにな。待ち合わせには遅刻するのに。同じこと言っちゃった。それは本当にすいません。もういいわよ。すいません、本当に。さすがの私も湯気まで出されちゃ怒れなくなっちゃった。すいませんでした。もういいってば。それよりさ、早く行こう。でも、どこに行くんですか？ああ、そっか。まだ今日の予定を話してなかったっけ？家に行くんじゃないの？全然。ご家族に会わせていただけるってだけで。そっかそっか、そうだったか。そうでしたね。うん。じゃあせっかくだしさ、今日は一日私についてきてくれる？お、今度は逆ですね。え、ああ、はい、いいですけど。何も知らずについてくるの。その方がいろいろ楽しいでしょ。そうですね。よし、それじゃあ行こう。行こう。最初はいろいろ買い物。買い物。わかりました。なんか奥の方にサンタさんがいるよ。お、今度トナカイだ。おお。
そうか？それほどいなくね？なんだあの赤い看板、鳥って書いてあんの？みんな楽しそう。楽しそうです。君は？それは楽しいでしょ。楽しんでる？もちろんです。先輩と一緒ですから。え？ああ、すいません。つい。もう、すぐそういうこと言うんだから。肝心なことは、最近言ってくれないの？肝心なこと、ワン。ちげえか。え？なんでもない。ほら、行こう。はい。先輩。うわ、なになになに？絵柄が、絵のタッチが全然違うんだけど。待ってください。待ってません。いやー、この絵のタッチの違いね。先輩ちょうどいいところに立ってくれましたけど。全然違うよ。もうびっくりだわ。先輩。先輩、その歩き方、他の方に迷惑じゃないですか？大丈夫なのか？おお、トナカイさん。トナカイなんで顔出したの？まあいいや。まずい、見失ってしまった。ここではぐれるわけにはいかない。頑張って追いかけるぞ。よし、人混みを抜けたかな。先輩は？先輩、この子は？え？ああ、はい。ふえーん。子供。迷子みたい。迷子かい？え、迷子？うん。ずっと泣きっぱなしだからよくわからないけど、明らかにそうよね。震えてらっしゃるよ。ふえーん！ふえーんって。おわ！泣き止んでね。ひどくなったぞ。ビエービエー泣き声。困ったな。このビエーってすごいな。どうしますか先輩。そうね、とりあえず交番に行ってみましょうか。そうね、それが一番早いかもよ。スーパーとかじゃないからね。アナウンスもできないし。あ、じゅんちゃん探したのよ、じゅんちゃん。めめーめめーまさかここで出てくると思わなかったな。ピッコロモン以来だよ。めめーウィーン。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえいえ、よかったです。よかったね。ほら、じゅんちゃんも俺を言って、ビエーンってありがとう、お姉ちゃんもう迷子にならないようにね。めめ、ぶたがりね。とんがり。久々にやったわ。よかった。よかったですね。はい。すぐに交番に行って大正解ね。ねえ。本当ですね。僕一人だったらその場で探し回るところでしたよ。今日みたいに人が多いときは、思い切って交番とか迷子センターに行く方が早いのよ。でしょうね。そうなんですか？え、私の経験から言うとだけどね。経験あるのか。なるほど。特に今日みたいに泣きじゃくってると名前を聞くのも大変でしょ。あー、確かに。だから余計にね。でも今日はすぐに解決できて本当に良かった。うん、先輩って優しいですよね。え？なんで？迷子になって泣いてる子を見つけたら迷わず声をかけたんですよね。あら、それって当然じゃない？あー、まあそうですね。確かにね。世知辛いわね。だから先輩はすごいです。そんな大したものじゃないわよ。泣いている子をほっとけないだけ、そういう性格なの。性格ですか。うん。迷子のことが見ると
私まで悲しくなってきちゃうんだもん。わかる気がします。あー、なるほどね。2年前公園で先輩が声をかけてくれたのもそういう気持ちだったのかな。なんてね。なんてね。え、無事解決できたんだし、そんな神妙な顔しないでよ。あー、そうですね。もっともっと楽しまないとね。先輩。うむ、またそういう顔して。君は私と一緒で楽しくないの？そんなわけないですって。楽しいです。本当に？本当ですよ。わお、いいお返事。それなら笑って笑って。え、あー、はい。もう一盛り上がり足りないわね。え、そうですか？しょうがない、ここは私が君のために一肌脱ぐしかないか。脱ぐ？脱ぐですと先輩。一肌脱ぐ。さあ行くわよ。どこに行くんだ？一肌脱ぐんですって皆さん。はははい、もうここからは18禁でーすってなっちゃうよ。子供は帰れって言われちゃう。うん。ホテルで何をするんですか？そんなのホテルですることなんて決まってるじゃないか。さっき言ったでしょ。さっきって、もう忘れちゃったの？一肌脱ぎに来たのよ。わおちょっとこれは放送できるのか。声出してどうしたの？落ち着くな。水、ホテルで一肌脱ぐってどういうことだ？そういうことだよ。まさかこんなことが許されていいのか。いや、それは僕嬉しい。だけど、おーい、だけど僕にも心の準備ってものが、だいたい先輩は平気なのか。っていうか、そもそもこんな動画を上げていいのか。え？ほら、置いてっちゃうぞ。置いてかないでください。ようやく正気に戻った。僕は正気です、平気です。でも先輩はそのいいんですか？ごっくり。もちろん、ちゃんと水着も持ってきたしね。水着？そういうプレイですか先輩。水着？最初から水着だなんて、そんなマニアックな。ダメだ、俺こいつと思考回路が同じになってきたぞ。マニアック？まあ確かにここのプールって有名じゃないかもしれないけど、広くて気持ちいいんだよ。あ、プールで泳ごうみたいな。プールで泳ごうみたいな感じですかね先輩。え、プール？決してホテルの部屋で一緒に泳ごうみたいなことにはならないと。うん、温水プール。じゃあ、まあ、あげても大丈夫かな。プールってことは水着姿が見れるというわけですね。ほら、一体どんな想像してたの？そんな想像ですよ先輩。いや、すいません、これ先輩も人が悪いですよ。最初からプールって言えばいいのに。もう真っ赤な顔しちゃってずるいんだから。ずるいですか？そんな顔されちゃったら怒れないもん。あー、すいませんもういいわよ、別に怒ってなかったしね。行きましょ。あ、でも水着が、お前は裸だって。あ、そういえばそうね、びっくりさせたい一心で伝え忘れちゃった。そこ重要でしょう。なるほど、泳いでもしょうがないし、今日はやめておこう。いや、まあ、待って、落ち着け、変態買ってこい。変態買ってこいって。そんな、先輩の水着姿、そう、分かってるじゃん。でもね、僕買ってきますって。お、やってるじゃん。大丈夫です先輩、一緒に入れますよ。わお、自信満々ね。どうする気？まさか裸で泳ぐとか？
そうなんですって違いますよ、あそこの売店で水着を借りられるんです。あ、本当だ。それじゃあ中で待ち合わせ、それでいい？ OK、 はい、すぐに行きます。よし、泳ぐわよ。まさか先輩学校の水着じゃねえだろうなそれはちょっとへこむぞ。おお、思ったよりも人がいるな。こういうプール行ってないな。ってか思ったより人泳いでないじゃんでも夜だからね、確かに泳がないか。そんなにクリスマスに、まあそうだね、クリスマスに泳いだことないよな。先輩早く来ないかな。ね、どんな水着なんだろう。お、来た。お待たせ。こんな水、あ、青ですね、いいですね。あ、はい、いいじゃないですか。これはさあ、また変態レーダーが来たー変態レーダー、なんてことだ。僕のお宝コレクションとか本当に霞んじゃうよ。いいですね。ねえ、あ、はい、思わず立ちくらみが。変じゃないです、似合います、綺麗です。本当にありがとう。でもそれならすぐに褒めてくれてもいいのに、意地悪なの？いや、ずっと見てましたって。ほらな。え、 そっかそっか、思わず妄殺しちゃったか。もう罪作りだな、私ったら。あ、はい、また見るまた見る。ダメだ、見たいけどじっくり見てられないよ。さーて、泳ごう、泳がないとお先です。え、おお、僕はもう先輩といられるだけで幸せかもしれません。待て待て、準備運動したのわわ、抜け駆けは許さないんだからね。うりゃ、あら、またまたこれかよ。あら、ゴルニャン攻撃ですね。もう逃がさないわよ。この感触は、ついに来た、背中の感触の感想。危ないですよ。どうして？別に溺れたりしないでしょ。いろんな意味でそうだな、溺れそうだね。はあ、もう何なんだクリスマスにプールで泳ぐのも面白いわね。ねえ、やったことないですね、そんなこと。確かに面白いですけど。けど、どうかしたの？やっぱり慣れてないからか、違和感がありますよね。そうかな。ええ、なぜかプールって、なぜかって違和感があるっていうか、現実とは思えないよな。こらこら。ん、あ、はい。私が目の前にいるのに、他の女の子そんなに見つめないでよね。あら、それもう先輩、彼女が言うセリフだよ、それ。もうだからなんで付き合わないの？え、あ、違います。本当に？ちょっと幸せをかみしめてただけです。他の女のことなん、ん？他の子のことなんか見る必要ないですし。え？あ、そっか。そうだ。向こうにサウナがあるんだよ。一緒に入ろう。サウナ？へえ。温泉みたいだな。サウナですか？ほらほら、こっちこっち。ほん。先輩が手を、お前この前も握ってもらったろ。手ぐらい。おーおお。森島先輩と二人でサウナ暑いね。はいすごいですね。しかも今日はどこまでもラッキーだ。二人きりだぞ。わーわ、汗がすごいね。ん？てか何気にくっついてんなほんと、もうなんなの負けないわよ。
勝ち負けあるのこれ。え、私も君に負けないように汗を出すんだから。ほう、勝負だって。ほらよく見てみてよ、君の方がいっぱい出てるもん。え、ほら腕を見比べてみて。これは僕と先輩の汗が混じり合いつつ床に落ちていく。何ついに変態に境地にあったか。今もう個人的にはこの腕よりも気になるところがあるんですけどね。まあいいや。君ばっかり汗出してずるい。ずるいとか、僕はこんなに幸せでいいのか。うん、楽しかったな。本当に楽しかった。この後は先輩のご家族に紹介して。ああそうだよそうだよ。てかそんな泳いでていいの。ちょっと緊張してきたな。お待たせ。ごめんね、着替えるのに手間取っちゃった。いいえいいえ。あーでも